ここでは、クロミウムシングルセルマルチオム、アタックプラス遺伝子発現のソフトウェアについて説明をしていきます。このセッションの目的になります。セルレンジャーアークがどのように機能するかを理解する。アタックプラスゲックスランの品質を迅速に評価するためのメトリックスを知る。一般的なワークロの問題が下流の解析にどのような影響を及ぼすかを理解する。 プレゼンンテーションの概要になります最初に Chromium シングルセルマルチウムアタックプラス遺伝子発現アプリケーションのワークフローレビューについて説明をさせていただきます。その後、概要、実行方法、出力結果、ウェブサマリ、こちら QC メトリックスになります。それの見方、そして最後にトラブルシューティングという流れになります。 ここでは Chromium シングルセルマルチウオムアタックプラス遺伝子発現アプリケーションとワークフローレビューについて話していきます。 ここではエピジェネティックプログラムと遺伝子発現の相互作用について説明をしていきます。真の遺伝子のですね、発現を知るためにはですね、遺伝子の機能を知るためには、その遺伝子がどのように再現されていて、そしてどこで遺伝子が発現しているかを知るというのが非常に重要になります。どのようにして遺伝子発現が制御されているかを知るためには、クロマチンの動体を観察する必要性があります。 どのエンハンサーが働いているかというのを見るですねそしてその結果としてどの遺伝子が発現しているかを知るということが大事になります今回のこの紹介するマルチオームですがアタックを使って遺伝子がどのように制御されているのかそして遺伝子発現の方を使ってどの遺伝子が実際に発現しているのかをですね同一 一緒にです、ね、同時に同じ細胞から得られるというそういうアプリケーションになります。でここではマルチオーム。 のですね、アッセンの利点について説明をしていきます。アタックは先ほど説明した通り、クロマチンの動態を見るためのアプリケーションになります。クロマチンがオープンなところにトランスポゼースがアクセスして、そこに配列を挿入する。挿入された配列からですね、次世代シーケンサーのですね、ライブラリを作ってシーケンすることによって、クロマチンのどこがオープンになっているかを知ることができます。どこのプロモーターがアクティベートしているのか、どのエンハンサーがアクティベートしているのか、そういったどのシスエレメント アクティベートされているるのかというのを見ることができます一方遺伝子発現の方はですねその結果としてどの遺伝子発現が、まあ、実際に遺伝子が発現しているかを見ることができるということですそれらを同一に組み合わせることによってどの地素エレメントがどの遺伝子発現を制御しているのかというのをですねシングルセルレベルで把握することができます クロミウムシングルセルマルチオムアタックプラス遺伝子発現は発見力の掛け算 ととも言うことができます同一の細胞同じ細胞から一度に数千の細胞の遺伝子発現とクロマチンランドスケープを同時にプロファイリングすることができますそしてトランスクリプトム解析とエピケドム解析の連携によって細胞の種類と状態を深く突き付けることが可能です新しい遺伝子制御相互作用の発見キーとなる発現マーカーを用いてエピジェネティックなプロファイリングを簡単に解釈することができます ができます同一細胞から複数のデータを得ることができますので貴重なサンプルから最大限の情報が得られるということになります。ここでは「クロミウムシングルセルバルチオムアタックプラス遺伝子発現のワークフロー」について説明をしています。ワークフローですが4ス,4ステップになるかと思います。最初にインプットこちらはですねお客様の方で核を準備していただく。 そして準備した核をですね、弊社のライブラリ調整キットと Chromium を使ってライブラリ調整を行う。ライブラリができましたらその後シーケンス。シーケンスで延期配列データが出てきますので、そのデータを使用しましてデータ解析を行い、最終的にルーペットという専用のビューワーでデータを確認するという流れになります。 ここではライブラリー調整の流れを簡単に説明します。一番左上から行きましょうかね。マイクロリ路に 10X バーコードゲルビーズというのが流れていくと。そしてお客様の方でですね、準備していた核を事前にトランスポスセスで処理をしていただいて、それもまたリ路に流れていくという形です。そうするとですね、ゲルビーズと核。 がですね。流路内で偶然出会って最終的にですね。オイル溜まりに出るときにエマルジョンが形成されるという形になります。エマルジョンの中にはゲルビーズ1個と核が1個入った状態というのが形成されます。このゲルビーズなんですけれども、右下に行きましょう。 こちらはですね、ゲルビーズ上にオリゴがですね、数百万生えているんですけれども、構造がですね、右下にある通りです。上のところ、ちょっと血がちっちゃいんですけど、上のところがですね、ポリ DT が3段下についてるんですけど、こちらがメッセンジャー RNA を捕まえるところ。もう一個、スペーサーって書いてあるホリゴが、こちらがトランスポゼンスで挿入された配列をですね、キャプチャーするためのオリゴという形になります。この2種類のオリゴを使って、mRNA とトランスポゼンスで配列が挿入されたフラグメント をキャャプチすするとといううことをやりりまま上の図に戻りましょうエマルジョンがですねキャプチャーされた後ですねジェムインキュベーションという形でこちらですね酵素反応を行いますこれによってメッセンジャー RNA は CD になるそしてフラグメントの方トランスポテンスの配列がによって配列が挿入されたフラグメントがキャプチャーされます そしてその後ポスト、GEMRT クリーンナップというところでですね、生成を行って、この後ですね、プレアンプリフィケーションというのを行います。まだですね、CDNA、それからフラグメントの方は1分子となっておりますので、こちら7サイクルの PCR を行ってですね、分子を増やしてあります。そして分子が増えたらですね、こちらも1分子が1分子じゃなくて増幅しているたくさんの分子になってますので、この段階で2つに分けます。 一つはですね、アタックライブラリに使用する方法。もう一つがですね g、g e x p r e s s i o n のライブラリに進むという形になります。アタックの方ですが、こちらは PCR、SIPCR というのをかけたらですね、ライブラリ完成です g。g e x p r e s s i o n の方は、追加で CDN のアンプリフィケーションを行った後、フラグメンテーション、エンドリペア、ライゲーション、SIPCR したら、最終的に g e x p r e s s i o n ライブラリが完成というですね、そういう形になります。 ライブラリの流れをもう少し細かく説明したのがこちらのスライドになります。左のところからいきます。最初にですね。 バルクヌークレイということで、まずは核を準備したものをですね、トランスポゼースで処理を行います。トランスポゼースで処理をするとですね、クロマチンが開いたところにですね、トランスポゼースがアクセスできるようになって、そこにですね、配列が挿入されます。それが一番左側の絵です。これによってクロマチンが開いたところに配列が挿入されて、まあ、それをシーケンスすることによって、クロマチンのどこが、どこが開いてるかがわかるというのがですね、アタックの原理になります。 でその結果として一番左下のところトランスポゾート DNA という構造物ができますゲノム DNA の両端にトランスポゼースによって配列が挿入されたものになりますこれをアタックのライブラリーではですねクローニングしてシーケンスするという流れになります真ん中行きましょうリアクション・イン・ジェムズっていうところですねこちらはですね MR 上の中で行われている反応になります左側がまずアタックなんですけれどもこちらはですね両側に配列が挿入されておりますのでこちらをですね キャプチャーするるととといいうう反応が行われるということになります一方ですね、右側のところ、こちらは MR のキャプチャーする反応ですが、ゲルビーズ上にはポリ DT を持ったオリゴがありますので、それでポリ A を持ったメッセンジャー r n a をキャプチャーして CDNA を合成する。 それからテンプレートスイッチング反応によってですね、mRNA の端って言っていいんですかね、のところですね、にもですね、TSO というアダプター配列を挿入することができます。CDNA は両端にアダプター構造を持ったものができるということになります。 その後下行きます。プレアンプリフィケーションということで、アタックのフラグメント、それから c d で、ね、両方とも両端にですね、アダプター配列が付加されている状態となっておりますので、それを認識するプライマーで7サイクルの増幅を行います。 そして一番右側ですね、プレアンプリフィケーションを行いましたら、アタックのライブラリーですね、こちら増幅物の両端には当然アダプター配列ついてますので、さらにそれを認識するですね、インデックス付きのプライマーで P c r を行って、ライブラリー完成ということになります。GEX ライブラリーの方はですね、最初にですね、CDN のアンプリフィケーション、もうちょっと追加で行います。そしてそれが終わりましたら、フラグメンテーション、エンドリペア、エイテーリング、ライゲーションという形で、まあ CD 断片、CDN のダンペクタ、断片 c d への断片化したものの両端にアダプター配列をつけてやってそしてそれを認識するプライマーで PCR を行ったらライブラリ完成という流れになります。 ライブラリーができましたら次はシーケンスということになります。ライブラリーですが2種類できています。1つが遺伝子発現のライブラリー、もう1つがアタック用のライブラリーという形になります。いずれのライブラリーもイルミナシーケンサーと互換性があって、イルミナシーケンサーであればシーケンスを行うことができます。それから RNA シーケンスですね、遺伝子発現のライブラリーとアタック、これ一緒に混ぜてシーケンスはできませんので、別々でンを行う必要性がありますことをご注意ください。 それから、読み量がですね、かなり多くなりますので、あの使用するシーケンサーの方ですね、ご使用されるシーケンサーは大型の方がですね、コストエフェクティブになるかと思います。それから、ですね、下のところ、アスタリスクマークは NEXTSEC のところについてるんですけども、こちら、NEXTSEC 使用する場合にはカスタムレシピというのが必要になりますので、ご注意ください。 ここではマルチオム遺伝子発現ライブラリのシーケンス条件について説明をしていきます。上のところにですね、えっと、ライブラリの構造がありますが、まず最初に r e ド d 1 R1 ってとこで28ベースで TX のバーコード。こちら TX バーコードはセルバーコードになります。そして合わせて UMI をシーケンスします。そしてその後ですね、 i7 という形で一番右端のところですね。こちらがサンプルインデックスになります。これを10円期読んだと一番左側のところの i5、ここにもですね、サンプルインデックスがありますので、これも10円期シーケンスします。そして最後、リード2でインサート部分を、これインサート部分がトランスクリプトという形になりますが、ここをシーケンスと。 いう形になります両側にです、ね、サンプルインデックスがあるデュアルインデックスライブラリーという形になります。で読み量の方なんですけれども、角あたり2万リードペア以上が推奨となります。よって1万角を解析するよとなると2億リードペア以上のシーケンスがです、ね、推奨という形になります。 ここではマルチオムアタックライブラリのシーケンス条件について説明をしていきます。アタックライブラリですが、インサートがですね、ゲノムのフラグメント という形になります。一番上の構造ですね。上のところにある構造ですね。それからセルバーコードの方、これクスバーコードですが、こちらがですね、えっと P5 の隣にあると。一番左のところですね。P5 の隣にあるということで、アダプターの中に存在するということで、これですね、インデックスシーケンスを行うんですけれども、ちょっと説明していきます。 リード1とリード2のところでですね、こちらはフラグメントを挟んでシーケンスする形になります。リード2の方がですね、図だと50ベースペアってなっていますが、実際推奨条件ですが、49という形になります。あの、50でやっていただいても特に問題はございません。それからインデックスの方ですね、i7 の方から説明していきます。こちらは8サイクルシーケンしますが、こちらはサンプルを分けるためのインデックスになります。まあ、複数のライブラリを混ぜてシーケンスするときに、 サンプルごとに分けるものということになります。これ、普通のサンプルインデックスです。でトリッキーなのがですね、i5 側のセルバーコードになります。ここにセルバーコードがありまして、こちらは16円期シーケンするということになります。ちょっと推奨サイクル数のところに細かくです、ね、説明があるんですが、フォワードストランドのワークフローだと16、リバースコンプリメントのワークフローだと24という形になります。 こちらどういうことかというとですね、イルミナのシーケンサーですね、シーケンサーによって、左から読むものと右から読むものっていうのがあるんですね。フォワードストランドのワークフローについて、ちょっと上の図をちょっと見ていただいて説明していきます。フォワードストランドのワークフローの場合、P5 の部分にシーケンスプライマーが貼り付いて、左から右に読んでいくという形で、この場合だと16サイクル読んでいただければ問題ないです。 リバースコンプリメントの方がですね、少しトリッキーになります。その場合には、リード 1N のところにプライマーを貼り付けて、そして右から左に読んでいくっていう形になります。そうすると最初にスペーサー、これ8円期あるんですがそれを読んだ後にセルバーコード16を読むという形で、合計24サイクル回す必要性があります。シーケンサのワークフローによって、こちらはリード値を変更する必要性がありますので、ご注意ください。 それから右下のところ、ちょっとアスタリスクで注意ですが、24サイクルを実施できないシーケンはカスタムレシピが必要ですっていうのが、これが2つ前のスライドで言った NEXT SEC500 の場合ということになります。読み量ですが、角あたり2万5000リードペア以上を推奨です。1つの角あたり2万5000リードペア以上です。1万角解析するとなると、読み量としては2億5000万リードペア以上という形になります。 ここからはセルレンジャーアークの概要について説明をしていきますセルレンジャーアークのパイプラインを説明する前に一般的な TX のパイプラインの流れについて説明をしていきますこちらもですね、まあ、遺伝子発現とかそういった時に使うパイプラインの例になるんですけれども左からいきますまず最初に f a スト q 次世代シーケンサーから出てきた塩基配列を アライメントしてあります。リファレンスでアライメントしてあります。そしてアライメントするとですね、バムファイルというのが出てきますので、これでですね、細胞ごとにカウントを行う、細胞ごとに遺伝子発現量をカウントをしてやります。遺伝子発現量はここでわかります。その後、ローマトリックスというのができます。ローマトリックスのできましたら、次はそのデータをベースに、 こちら次、コールセルズというかところになります。こちらを使って実際に細胞が入った、細胞が入ったエマルジョンを特定していくという形です。で、これを行ってバックグラウンドのですね、バーコード、要は細胞が入らなくてエマルジョンデータというのを除去してやるということをやります。そうすると次、フィルタードマトリックスですね。セルコーリングすると次、フィルタードマトリックスというのができます。これを使って二次解析が行われるというのが、これがですね、通常のパイプラインの流れになります。 セルレンジャーアークの場合だとですねちょっと流れが違ってきます一番上にあるのが先ほど説明した一般的な解析の流れになりますがセルレンジャーアークの場合だとですね アークの場合ですね、2つのデータ、ライブラリデータを処理しないといけません。1つが遺伝子発現アタックという形になります。最初にファスト級データを用いて、それぞれの遺伝子発現とアタックのパイプラインを求めてあります。遺伝子発現パイプラインだったら遺伝子発現量がわかる。アタックのパイプラインだとピークを同定するというところになります。 それがですね、終わりましたら、それぞれまたローマトリックスが出てきまして、それを使ってセルコーリングを行います。セルコーリングですが、2つのデータがありますので、2つのデータを用いたジョイントセルコーリングというちょっと特別なことを行います。そしてそれが終了しましたら、フィルターのマトリックスというのが出てきて、二次解析を行うという流れになります。 最初にセルレンジャーのゲックス遺伝子発現の部分について説明をしていきます。RNA シーケンス用のライブルから得られたファスト Q を最初にアライメントを行います。 アライメントですが、STAR という RNA シーケンス用のアライナーを使用します。よく使われているソフトウェアで、RNA シーケンスのところですね、解析によく使われているものになります。で特徴としてはですね、まあ、リードをエクソンジャンクスをまたいでマッピングすることができるというものになります。で、アライメントが終了しましたら、次はカウントという形になります。 カウントですが、各バーコードの各遺伝子についてですね、UMI の数をカウントしていくという形になります。それから注意点ですが、セルレンジャーの ARC ですが、こちらはイントロンにマッピングされたリードもカウントする。これがデフォルト設定となっております。もしイントロンにマッピングされたリードをカウントしたくないという場合には、専用のオプションがございますので、そちらでですね、この設定を外すことも可能となっております。 次にセルレンジャーアタックの方について説明をしていきます。シングルセルアタクシック6のライブラリをシーケンスしたデータ、ファストキューをアライメントするところから行っていきます。シーケンスデータですが、こちらはペアードエンドとなっております。で、アライメントの方なんですけれども、BWA とですね、言われるですね、ショートリードをですね、ゲノムリファレンスにアライメントする、よく使われているソフトウェアを使用します。 アライメントが終了しましたらその次はです、ね、コールピークスという形になりますで。このピークどうやって見つけるかというとです、ね、これはピークはどこにあるかというのはこれサンプル依存的なところになりますがピークコールのですね、行う方法としては切断サイトが集中している場所を見つけるというところになります。 左の図のところを見ていただくと、1、2、3と3つのです、ね、ピークをです、ね、ここでは見つけているという模式図になるんですけれども、見ていただいたとおり、ここの部分にです、ね、切断面が集中しているというのがわかるかと思います。ピークコールが終了したら、その次はカウントになります。それぞれのバーコードにおいて先ほど見つけたピーク フラグメンントトがどれだけあるかとととといいいいううここををカウントしていくということを行います右のテーブルのところにありますようにそれぞれのピークにおいてそれぞれのピークそれぞれのバーコードにおいてそれぞれのピークがどれだけカウントがあるかというのをまとめたですねローピークバーコードマトリックスというものを作成します。 RNA シーケンスのカウントとアタックシーケンスのカウントが終了してましたら、そこから得られたローマトリックスを使用して次の工程はジョイントセルコーリングになります。ジョイントセルコーリングが終了したら、Gene e x p r e s s アナラ Analysis とアタックアナライシス、これはそれぞれですね、えっ、ー、と、 まあ、それぞれで行うという形で基地のものと同じになるんですけれども、フューチャーリンケージというですね、アタックと遺伝子発言のデータを統合したような解析を行います。そして最終的にそれらはルーペで閲覧することができるという流れになります。ここでは、ジョイントセルコーリングについて簡単に説明をしていきます。こちらの下にあるプロットですが、縦軸の方がですね、こちらが RNA の UMI のカウント数。 横軸の方がですね、アタックのフラグメント、ピークのですね、数を示しているというものになります。で、右上の方にあるですね、集まり、クラスターですが、これらのバーコードは、両方の圧生から良好なシグナルを持っているものと考えられます。RNA のカウント数も非常に高い、アタックのピークの数も非常に多いというもので、これは細胞としてコールするという仕組みになります。一方で、 ま示したところですね、貧弱な RNA、良好なアタックですが、これ、一方、または両方の圧線に欠落したバーコードとしては、バーコードは細胞としてコールされませんというところで、今、四角で囲ってあるところはですね、アタックのピーク数は多いんですけれども、RNA の数がですね、カウント数が低いということで、これも細胞ではないということでコールしないということになります。で、同様にですね、RNA のカウント数が高いけれども、アタックのカウント数が低いものもコールしないという形になります。 それから、それから両方低いものっていうのもあるんですけど、こちらはですね、空のドロップレットという形になるので、これは当然コールしません。それから一番下のところですね、こちらのところですが、RNA のカウントもアタックのカウントも低いって、これですね、バーコードのコンタミネーションという形になるものもありますので、これもですね、コールしないという形になります。ジョイントセルコーリングでは、 RNA のカウント数とアタックのカウント数、両方が高いものをコールするという形になります。遺伝子の発現の制御ですが、まずはエンハンサーがワークして、そのエンハンサーの働きによって遺伝子が発現される mRNA が合成されるということになります。よって、エンハンサーでの、エンハンサーの働き、まあ、ピークがあるかどうかですね、アタックの。それから、 遺伝子の発現が起きたかどうか、mr が合成できたかという2つの間には強い相関があります。よって、この2つの情報をですね。組み合わせるということは、遺伝子の発現制御機構を理解する上で非常に重要になります。また、今これフューチャーリンケージというこの言葉ですが、集団遺伝学の連鎖不平行不,不平行とは関係ございませんので、ちょっと混同しないようにご注意ください。 実際にルーペ上でどのようにフューチャーリンケージが見て確認できるのかというのを示したのがこちらのスライドになります。ここではで、ね、CD27 の例になるんですけれども、えっと、説明していきます。真ん中のところの、えっとですね、クラスター1からクラスター9のところに棒グラフのようなものがあるんですけど、これ棒グラフではなくてピークを示しております。あのアタックで見つけたピークです、ね、を各クラスターごとに示しています。 で上のところにです、ねえー、と線が引っ張ってあるんですけれども、これ何かというと CD27 の遺伝子のところから線が伸びていて、各ピークのところに線が伸びているという形です。これがフューチャーリンケージを示したものになります。2つのフューチャーを線でつないでます。遺伝子発現と、それからピークのところが線で結ばれている。 で青色で示されたものっていうのが線がこれが性の相関関係を示すものですねピークがあると遺伝子が発現しているものその逆負の相関を示すものが赤色ですねピークがあると遺伝子の発現が見られない場合っていうのを赤色で示していますそれから高さの方ですねフューチャーリンクスっていうのがスケールとしてあるんですけどもこれが相関の度合いを示しているという形です高さが高いほど相関があるということになります それから右側のところですね、今 CD27 を見てますので CD、CD27 の細胞あたりの平均 UMI 数をクラスターごとに示しているということになります。こちらを見ていただくと、まあ、ある遺伝子がど,どこのピークがです、ね、関連するかというのがです、ね、見ることができるということになります。 ここからはセルレンジャーアークの実行方法について説明をしていきますセルレンジャーアークの解析のシステム要件になりますがこちらですねセルレンジャーアークは Linux で動かすもの,の Linux 上で動作するものになりますので Linux のサーバーが必要になりますスペックに関しましてはこちらのスライド通りとなります セルレンジャーアークのバージョン1.0で予想される実行時間をここではまとめています。使用したデータですが PBMC の1万細胞のデータセットになります。 アタックのリード数の方がおよそ3億7000万。それからゲックスの方がですね、6億8000万リードペアという形になっています。これを実際にですね、Amazon のサーバーを使って解析したというのがこちらになります。で、3条件やってまして、ざっくりと。ミニマムって書いてあるのが、こちらがですね、サーバーがまあ、弊社のミニマムな推奨条件のところですね。ミニマムのものになるんですけど、メモリが 64GB、それから8コアで実行した場合という形になります。 実行時間の方が非常に長いというのがわかります。それから、リコメンドの方が32コアで、メモリのサイズの方が160から224ギガ。それから、オプティマルって書いてあるのが224コアで実行して896ギガのメモリで実行しているということになります。 ここでは FASTQ を作るための MakeFastQ コマンドの典型的な例というのを示しています。ライブラリーですが、アタック用のものと遺伝子発言を GEX 用のものをそれぞれつく使ってますあ作ってますので、まあ、それぞれをシーケンスしてますので、それぞれから FASTQ を作る必要性があります。でコマンドの方がセルレンジャー -ArcMakeFastQ 打った後に、まあ、アタックと GEX 分かるような形で ID を設定していただいて、それから パスの指定と CSV ファイルの指定をしていいただくという形になりますパスト Q ができましたらその次はセルレンジャーアークのカウントを実行します。こちらなんですがセルレンジャーアークカウントで --id で出力ディレクトリの名称、それからリファレンスの指定ですね。リファレンスなんですが あのセルレンジャーアーク用のリファレンス、マルチオメドリファレンスというのがございますので、そちらを必ず指定してあげてください。ここの画面の場合データですと、レフデータアーク g r c h 3 8という形で示されております。それからその後、ライブラリーズというところでですね、えっ、ー、と、CSV ファイルを指定します。 でこの CSV ファイル何かというとかですが、ね、今出てきたところになるんですけれどもファースト Q のパスとそれからサンプルですねこちらはまあ名称自由なんですけど アタック、例ですと、myAttack,myGecks というふうに書いてあります。それから、ライブラリータイプのところが、ChromatchingAccessibility と g e n e x p r e s s i o n になります。ライブラリータイプのところなんですが、こちらはですね、必ず、この通りに記載してください。あの、つづりミスとかありますと、c e l l ジャーアーク a r c がエラーを吐きますので、必ず、ライブラリータイプのところは、ここに示された文字で、ワードでお願いいたします。 それからカスタムリファレンスを作成することも可能です。弊社ホームページからはですね、ヒューマン、マウスのですね、リファレンスはダウンロードすることができますが、それ以外の生き物で解析したい、それからリファレンスに例えば GFP といったレポーターを入れたい、ウイルスの配列を入れたいとなると、カスタムリファレンスの作成が必要になります。コマンドの方がですね、セルレンジャーアークメイクリファレンス、そしてコンフィグを指定してやるというやり方です。 で、コンフィグの方なんですけど、こんな形になっております。まあ、オーガニズムのところでですね、生き物の名前、それからゲノムの名称を入れていただいた後に、FASTA GTF を指定してある、それからノンニクレアコンティグズというところなんですけど、これはですね、核の外にある、 ゲノム情報ですね、この場合だとミトコンドリアです、これを指定してやる、それからインプットモチーフズというところなんですけれども、こちら、j a s p e r のホームページから落としてきてやった転写因子が認識するシスエレメントのモチーフデータベースになります。なので、こちらの方をです、ね、ダウンロードしてきてやって、それをです、ね、インプットモチーフズで指定してやるという形になります。 ここではセルレンジャーアークの出力について説明をしていきます。まず QC 結果としてウェブサマリーというものが出力されます。こちらですが、ランメトリクスと基本的なライブラリ QC の情報を含んでおります。よってまず解析が終了したら、まずはこちらのファイルを開いていただいて、実験がうまくいったかどうかというのを確認するという形になります。 ウェブサマリーですが、こちらはウェブブラウザで閲覧します。3つのタブから構成されておりまして、まあ、ジョイント、アタック、ジエクスプレッションのところからですね、解析データの方を確認します。 それからですね、各セクションの見出しの横にあるハテナマークというのがあるんですけれども、こちらをですね、見ていただくと、クリックしていただくとですね、詳細な説明を見ることができます。それから解析中に異常が検出された場合には、ウェブサマリーの先頭、一番上のところにですね、レポートが出てくるという形となっております。 それから出力ファイルの方なんですけれども、まあいろいろと出てくるんですけれども、まず1番から、こちらはアライメント結果である BAM ファイルが出力されます。こちらは遺伝子発現とアタック両方ともですね、アライメントしますので、それぞれのアライメント結果の方が出てきます。それから2番、ピークの一覧。それから3番、ピークのアノーテーションの部分。 それから4番、フラグメントがマッピングされた場所のリスト。これ細胞ごとに出てくるという形です。それからですね、5番、コンバインドフューチャーバーコードマトリックスという形で、こちらはですね、えっ、ー、と、遺伝子の、てか、まあ、 アタックとゲックスそれぞれの出てきまして、それぞれのバーコードにおける、まあ、それぞれの細胞における遺伝子、もしくはピークの量というのをです、ね、まとめたリストになります。それから、フューチャーリンケージの結果というのが出てきています。それから、ですね、結果確認のためにルペブラザーというので見ることができるんですけれども、それの閲覧用のファイルが出てくるということになっております。 ここからはセルレンジャーアークのウェブサマリーの見方について説明をしていきたいと思います。ウェブサマリーなんですけど、まず開いていただくとこちらの画面になるんですけれども、こちらの方がですね、一番上に数字が大きいのが3つあるんですけども、これが最初の主要なメトリックスというものになります。estimated number of cells はこちらはですね、解析できた細胞の数ですね、になります。 目標とする細胞の回収率と一致するかどうかを確認してください。プラスマイナス20%程度であれば、これ良好な結果と思います。それからプラスマイナス50%をですね、目標よりも半分だった、1.5倍だったとなるとですね、問題かなと思います。 それから細胞の数っていうのが100未満だとエラーが出てくる。1万5000未満以上だとエラーが出てくるということで、過大なもの、それから過小な細胞数に関してはエラーもしくは警告が出るようになっております。 それからアタックメディアハイクオリティフラグメントパーセルというところなんですけど、この場合だと12万、ごめんなさい、12953ってなります。こちら検出できたフラグメントの数となります。まあ、アタックの感度とも言い換えることができるんですけれども、アタック値が低いとですね、感度が悪くなる可能性があります。100未満だとエラーという形になります。まあ、通常ですと 10K からだいたい 15K ぐらいですかね。15K 出るとかなりですね、結果としてはいいかなと思います。それから月 X, メディアンジーンズパーセルですね。こちらはですね、細胞あたりで検出された遺伝子のメディアン遺伝子の数のメディアン値となるんですけれども、こちらはですね、まあ、数が多いほど検出感度が高いという形になります。こちら、PBMC のデモデータとなりますので、大体いい2000弱という感じになります。それからこちらのですね、えっ、ー、と、真ん中にある こちらですね、ジョイントセルコーリングの結果を示,す示しているクロスセンチビティーズプロットというものになります。これ何かっていうと、縦軸が RNA, RNA の UMI 数、それから横軸がアタックで検査したピーク数をそれぞれの細胞ごとで見ているんですけど、プロットが一個一個がですね、これジェムに当たるんですけれども、オレンジ色で示したものが細胞としてコールされたジェム、青色のものが 細胞としてコールされなかったジェムっていうのを示しています。で、オレンジ色のジェムっていうのが、こちらは RNUMIS も高いし、アタックの、えっ、ー、と、ピークの数も多いという形になります。で、こちらですね、オレンジ色のところがですね、細胞としてコールされたものという形になります。綺麗にこういうふうにつ、2つに分かれているとですね、良い結果と言えます。こちらのスライドでは、 アタックのデータで出てくるターゲッティングプロットというものについて説明をしていきます。こちらはアタックでの、まあ、非常に特徴的な、まあ、プロットになります。説明していきます。横軸がですね、こちらはバーコードあたりのフラグメントの数になります。まあ、ジェムあたりフラグメントがどれだけ検出できたのか。それから縦軸の方がですね、フラクションオーバーラッピングピークスという形になります。 でこちらはです、ね、レーシオで出ているんですけれども、これ、何のレーシオを示しているかというとです、ね、ジェムあたり非常にたくさんです、ね、フラグメントが切れて、まあ、それがシーケンされるという,ようなことになりますが、そのうちの何割がピークとしてコールされているかというものになります。でこのピークとしてコールされるというところなんですけれども、詳細はちょっとアルゴリズムの方に、説明のところに任せるということにはなるんですけれども、あの実際に、 切切れれたたとととこころろいうのがランダムにてまあ、ピークとして認識されたものというのは何かというと他の細胞でも見られるピークだと思ってくださいフラグメントだと思ってくださいその割合がどの程度あるかということですでイメージとしてちゃんとした核品質が高い核が取れるとクロマチン構造が維持されてフラグメントというのはピークである それは他の細胞でも見られるものというふうに考えることができます。その割合が高ければ高いほど良いということです。ちょっとスライドの,方のですの、ね、フィギュアを見ていただくと分かるんですけれども、オレンジ色が細胞、青色がまあ非細胞というところを示していますが、オレンジ色の細胞、これデモデータなので非常にきれいです。フラクションオーバーラッピングピークスの割合というのが0.8ぐらいあるということで、これは非常にいいデータになります。 で核の品質が下がってしまう、クロマチンのところのですね、クオリティが下がってくると、この0.8っていう数字がですね、まあ、どん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 下に落ちてくるという形になるかと思います。これ、非常にデモデータの0.8っていうのは非常に高い数値になります。で、下のとこの説明なんですけれども、大多数の細胞はオーバーラッピングフラグメントの割合っていうのが高いはずであるということで、まあ、0.8がベストですね。やっぱりちょっと実際にはもうちょっと下がってしまうデータが出ることもよくあります。 高いフラグメント数で低いオーバーラップピ,ピークフラグメント率の細胞は、脂細胞を示す可能性がありますということで、こちら上のプロットの下の方に囲ったところですかね、青いところ囲んで、ここが多いとですね、脂細胞が多いということが考えられるということになります。 次に説明するのがアタック TSS エンリッチメントというスコア、ものになります。こちら真ん中のところグラフあるんですけれども転写開始点からの距離が横軸になります。 それから縦軸のところが、それの濃縮の割合という形になります。当然、転写開始点に近いところ、まあ、プロモーターですね。そこのクロマチンというのは開いているという形になりますので、アタックの濃縮スコアというのがぐっと上がるというのがわかります。0よりもちょっとジールのところ、プロモーターが多いところで上がっているという形になります。このスコアが高ければ高いほど、クロマチン構造が維持された良い格が準備できたということになります。 で、こちらの場合でもデータ、これすごくいいスコアになるんですけれども、エンディチメントスコアが最大で12.19出ているという非常に良いデータという形になっております。1でノーバライズしておりますので、1だとほぼ濃縮されてないというふうに解釈できます。で、こちらなんですけれども、3未満の場合はエラーと。 それから5未満ですと、ワーニングとしてフラグが立つという形になりますので、スコアとしては高ければ高い方がいいんですけど、まずは5よりをですね、5を超えていくということが大事なところになります。それからこちらのプロットですが、アノーテーションされたすべての TSS と、2000ベースは上流と下流それぞれの1 k ロのところでこういう形で表示されているという形になります。こちらですね、ピークが高ければ高いほど良いと。 こうを超えるとですね、OK という形になります。それから、アタックのインサートサイズ分布というのも、実験のですね、えーっと、うまくいったかどうかと評価するのに重要なものになります。アタックシーケンス、これ、ペアードエンドでシーケンスしておりますので、ゲノムにアライメントすると、インサートのサイズを見ることが可能となります。でこちらのサイズ分布ですけれども、 えっと、上のところを見ていただいた通り、まあ、ライブラリもそうなんですけれども、DNA のリンカー部分、それからヌクローソーム、それから2つの ダイヌクロソームのところのですねサイズ分布を従うような形のピーク分布という形になります。上の矢印で示しているもののようになります。でこちらヌクロソームの構造が見えているとですね実験としてはですねクロマチン構造を維持された形の核で実験しているというふうになるかと思います。なのでモノヌクロソームのところにしっかりとピークがある。それから 大ヌクロソム、2以上のヌクロソムに関してはそれほど多くないので、まあ、こんな感じになります。それからですね、えー、DNA ピッチっていう形で、まあ、ギザギザギザと10.5ベース程度のです、ね、小さな周期というかピークが見えるんですけど、こちらは DNA のらせん状のピッチに依存したものという形になります。 こちらはですね、遺伝子発現の方のですね、えー、っと、マトリックスになるんですけれども、マッピングのマトリックスという形になります。で、まあ、それぞれゲノム、それからインタージェニックリージョン、イントロン、エキソン、それからトランスクリプトオム領域でメントされたリードの割合っていうのはここでは示されているんですけれども、確認してほしいのが赤色で囲ったリーズマップドコンフィデンタリートゥトランスクリプトオムというものになります。で、こちらが実際のですね、カウントに 使われたものという形になるんですけれども、えーとですね、40%未満だとエラーそれから50%未満だとワーニングという形になりますでこちらなんですがトランスクリプトームはデフォルトでイントロを含むという形になりますで例えばです、ね、他の3プライムゲックスやられているお客様ですと50%くらいだと結構問題ないんですけれども、えー、と今回のこのマルチョムの場合はイントロで イントロもですね、トランスクリプトの中にデフォルトで含んでおりますので、数値としてはですね、結構高く出るという形になります。50%未満だと、ワーニングというふうになります。で、これ、ワーニングが出た場合、要はマッピング率が低い場合の原因として考えられることなんですけれども、まずは参照配列が違っている、それからリード2のですね、リード長が短い場合、それからリード中の リード中のノーコールの大きなストレッジっていうことで、あの、うまく読めなかったものが多いとですね、これもアライメントミスという形の原因になりますので、そういったことが原因としては考えられます。で先ほど喋りましたのが、ウェブサマリー、ー QC 結果の見方というふうになるんですけれども、ここからは実際にですね、トラブルシューティングの方を話していきたいと思います。 ここではですね、あの、ジョイントセルコールのためのですね、クロスセンシビティプロットを示しているんですけれども、どっちかがですね、いい結果、どっちかがウェッティングフェイリアを示したものというふうになります。で、答えはですね、A になります。 ですねまあ、答え合わせの結果になるんですけれども、えーっとですね、左側がノーマルということでクロスセンシビティプロットはきれいに2つに割れているそれからアタックのです、ねえー、っと下このところにティズニーの結果があるんですけれども、まあ 右側のウェッティングフェイリアとゲックスになっているんですけど、まずティズニーの結果っていうのも非常にですね、ウェッティングフェリアが起きてる方が公開しているというのがわかるかと思います。それからジョイントセルコーリングスのためのですね、クロスセンシティブプロットも、まあ、ノーマルの方だときれいに2つに分かれてるんですけれども、ウェッティングフェリーリアの方だともうほぼガッチャンコしてあるような感じのですね、データというふうになってしまってます。ウェッティングフェリアを起きますとシングルセルと挙動が失われます。もうこれ、ジェムが正しくできてない、MR チが正しくできないので、シングルセルの挙では なななくなってて、ね、結果ととしてこのよううプロットがです、ね、得られるという形になりますでウェッティングフィリールを置きますとまずは細胞数を過大、ね、に評価してしまう,っていうことが一般的に見られるフェノタイプになりますそれからシオメトリックスにおいてアタックのフラグメントの数と懸垂電子数の中央値も低くなるという傾向にありますそれからティズニーの方がですね完全に構造が喪失しているというのもフェノタイプの一つになります なのでこちらのデータが出た場合には、ちょっと MR 上のところで写真撮ってるかと思うんですけれども、そちらのほうも合わせて確認いただいて、ウェッティングフェリアが起きていないかどうかというのを確認することが重要となります。 ウェッティングフェリアのその他のフェノタイプというのを見ていきたいと思います。ウェッティングフェリアですが、先ほど示したとおり、シングルセルの挙動が失われているものというのになるんですけど、m r ンが正しくできた。ただ、バルクデータという観点から見ると、高品質なデータというふうに言えるかと思います。ここでは TSS エンリチメントスコアを示しておりますが、 左側、ちょっと字があのちっちゃくて申し訳ないんですけど、左側のエンリッチメントスコアが12.19、ウェッティングフェイリアを起こしたものが13.27とですね、どちらも非常に高くていいんですね。それから、リーズマップドコンフィデンタリトトランスクリプトのスコアも、 左が 70, ウェイティングフェアを起こしても71.0ということで TSS エンリチメントスコアとそれからマッピングレーションに関してはこれバルクの観点で見るとですね、どっちかにですね、違いがないと、バルクの観点で見ているデータって言っていいんですかね、そこだと違いがないという形になりますので注意が必要ということになります。では。 次にシーケンスデプスの方を見ていきたいと思います。こちらですね、再びクロスセンシティビティプロットを示しております。でこちら ABC3 つのデータがありますが、それぞれ読み量が違うという形になっております。こちらが答えのところになるんですけれども、えっとですね、読み量を増やせば増やすほど 細胞と、それから脳セル、セルと、セルとしてコーリングされているジェムと、細胞じゃないジェムとの分離がどんどん良くなっていくというのがわかるかと思います。 でこちらですね、シーケンスの読み量がですね少ないとですね細胞数を過小評価してしまう、うまく分離ができなくて過小評価してしまうということがあります。1K の一番左のところですね、ちょっと赤色で囲ったところがプロットがあるんですが、これ本来は細胞としてコールされるべきなのが読み量が少なくて細胞としてコールされなかったというところを示しております。その結果として細胞数が過小評価されているということになりますので、読み量に関しては、 はしっかりと読んでいただいた方が期待した正しい細胞,がです、ね、細胞数がコールされるという形となります。それから読み量が少ないと、ですねこちらはですね信頼性の高いアタックピークコールがですねできないという形になります。読み量が少なくてですねピークコールに失敗してしまったということになっています。 でこちらですね、えー、っと今見せているのが左側のプロットがアタックのですね ディズニーのプロット。右側がゲックスのプロットなんですけれども、ゲックスの方はまあ読み量が少なくてもですね、クラスタリングは比較的うまくいってるかなと思うんですけれども、アタックの方は読み量が少ないとですね、あのピックコーリングがうまくできないという形になります。なので、1K だとですね、完全にこう円形の地ィズニーになってしまって構造が完全に崩壊しているというのがわかるかと思いますで。読み量を増やしていくと、それが分かれていくというところが見えるかと思います。 なので、アタックの場合には読み量が少ないとですね、ピークコールがうまくいかないということになりますので、ご注意ください。次に示すのが細胞のロード数になります。同じような形でクロスセンシビティズプロットが3つあって、それぞれですね、解析している細胞数が異なるという形になります。それでポイントになるのがですね、 細胞と、まあ、ノーセルのところのですね、プロットがありますが、細胞としてコールされたジェムのプロットはオレンジで、細胞としてコールされなかった GEM は青色で示されてますが、青色の方というのが A, B, C 比較してもらうと、縦軸はこれ RDD の UMI カウント数を占めているんですけれども、細胞数に応じる形でですね、ここが変わってくるというのがですね、ポイントになるんですね。それでは次のスライドで答え合わせをしていきましょう。 ねえー、と答えになるんですけれども、細胞のロード数が多ければ多いほど、細胞としてコールされなかったジェムの UMI のカウント、RN の方ですね、RNUMI のカウントというのがですね、上がっているというのがですね、わかるかと思います。 細胞のロード数が多いと、ゲックスのバックグラウンドのシグナルが上がっていってしまうというのがですね、原因になりますからのドロップレットの UMI カウントが増加しているというのがですね、この赤色で示した、ちょうど上のところのピークで示したところが、まあ、結果として見えているという形になります。 またですね、細胞のロード数多いとですね、細胞のマルチプレット率が増加して、その識別にはですね、ループブラウザやサードパーティーのですね、ツールが必要になることがございます。準備した細胞にですね、問題があると様々なエラーとかですね、ワーニングが出てきます。核の品質が低いとですね、こういった結果が出ることがあります。で、 こちらのところですね、クロスセンシティビティズプ,プロットを示しているんですけれども、細胞とですね、それからノンセル、細胞じゃないもののジェムっていうのがうまくですね、こう一つなぎになっちゃってですね、うまく分かれていないっていうのが見えるかと思います。それから右側のところでも様々なエラーとかワーニングが出ているっていうのがわかるかと思います。 他のですね、スコアのところを見てきても非常にですね、結果としては悪いです。例えばですね、TSS エンリッチメントスコア、一番左側になるんですけれども、数値がですね、5を切るとですね、ワーニングが出るという形なんですけど、まあ、ここに示しているものですと1.87と非常にですね、悪い結果であるということが見えるかと思います。 それから、まあ、スコアが低いので、当然ピークコールのところもですね、うまくいっていないという形になります。真ん中のところにターゲットプロットがありますが、こちらですね。 縦軸のフラ,グメンスフ,ラフラクションフラグメトオーバーラッピングピークスの割合が非常に低いというのを見て,取れ、ま、見てわかるかと思います。こちらもですね、ピークコールに失敗しているというところがですね、わかるかと思います。それから一番右側ですね、これアタックのディズニーの結果を示しているんですけれども、完全に構造がですね、崩壊しているというのがわかるかと思います。 それから先ほど示したものが、まあ、アタックの異常になるんですけれども、遺伝子発現側、ゲックスだとどうかというとですね、例えばバリットバーコードが非常に低い。だいたいバリットバーコードってだいたい95%ぐらいは行くんですけども、それが下がってしまっている。それから、リーズインフィズ TS、リーズウィズ TSO ですね、 TSO の読み込みがですね、結構起きている。これ何かというと、できた CDNA のフラグメントの解像、ごめんなさい、CDNA の長さがこう短い場合がですね、あの、ここの数値が上がってくるんですね。なので、MRNA が分解してしまって、得られた CDNA が低いということが、この結果からは考えられます。 それから真ん中いきましょう。リーズマップドコンフィデンタリー2ト,トランスクリプトームですね。これ50%より上っていうのが一応基準になるんですけれども、21.6ということで、こちらもですね、マッピングレーションが非常に低いということになります。それから一番右側ですね、メディア UMI ンツパーセルとメディアンジーンズパーセルということで、こちらはですね、検出感度を示しているんですけれども、UMI がですね、細胞あたり179、検出された遺伝子数が細胞あたり179。 ととといいいううことで非常に低い値というふうに低値なりますそれから右下のところにティズニーの結果があるんですけどこちらもですねあの結果の方構造がかなり崩壊しているというのが見えるかと思います。ここではセルレンジャーアーク。 を実行時のです、ね、トラブルシューティングについて説明をしていきます。もしセルレンジャーアーク実行した際にですね、何か問題が生じた場合にはですね、えー、と、こちらを参考にしてくださいということになるんですが、あの、セルレンジャーアークパイプラインですが、診断ファイルを自動的に作成します。出力されるファイルがアナライ s i ネーム .mri.tgz という形になります。で、このファイルをですね、送っていただくとトラブルシュート、弊社の方でさせていただく という形になりますトラブルシューングのために診断ファイルを送信することが可能です例えばまあ LAN が失敗してしまった時とかですね質問がある時にはこちらのファイルを送ってくださいということになりますでこちら送信の方なんですけれどもコマンドラインで送ることができますセルレンジャーア,ークアップロード your.email.edu って書いてあるのがこれお客様の e メールアドレスですねここではここに示してあるのは例です 実際送るときはお客様のメールアドレスを打ってください。そして送付したい診断ファイルの方を指定してやるという形となります。ここでは、Chromium シングルセルマルチオームアタックプラス遺伝子発現のアルゴリズムについて説明をしていきます。トレーニングの目的になります。パイプラインが遺伝子発現とアタックデータをどのように処理するかを理解します。ローの 遺伝子バーコードマトリックスを構築する際の主要なステップを知るそれからローのピークこちらはアタックの方ですねそれのバーコードマトリックスを構築するための主要なステップを知るジョイントセルコールがどのように行われているかを知るフューチャーリンケースがどのように計算されているかを理解するそして二次解析の概要を知るという形になりますプレゼンテーションの概要になります最初に遺伝子発現データの処理 アタックデータの処理、ジョイントセルコール、フューチャーリンケージの算出、そして二次解析という順番で話していきます。まずは遺伝子発現データの処理について説明をしていきます。ここではセルレンジャーアークの解析の流れを説明しています。今から説明するところが点線で囲んだところですね。RNA シーケンスのアライメントとカウントのところになります。 最初に行うのがリードトリムというです、ね、ワークフローになりますで。こちらのスライドなんですけれども、左側で今実行している、まあ、工程を示しているリードプロセッシングですね、今だとしているというところになります。それから右側の方で、まあ、説明になります。最初に行うのがリードのトリムという形なんですけれども、リード2のシーケンサーなんですけれども、 TSO といったアダプター配列や3だマッタン側にポリエの配列が出てきますのでそれをですねトリムしてやりますトリムが終了しましたら次はアライメントになります <laughs> リード2のところでトランスクリプトをシーケンスしておりますのでトランスクリプトムリファレンスにアライメントを行いますでこの時注意していただきたいのがトランスクリプトムリファレンスには インントロンが含ままれていいるというものになりますこれ解析の際にですねオプションでイントロを含めるかどうかというのをですねあの含めるか除外するかというのをです、ね、あの決めることができるんですけどデフォルトではイントロンを含むリファレンスにアライメントをされます。でこの場合ですね核でシーケンスを行ってます。核を材料にしてますので インマチュアな成熟前のメッセンジャーでの含まれておりますので、イントロを含むリファレンスを使っているというのがデフォルトになります。で、こちらの方ですが、繰り返しになりますが、セルレンジャーのオプションでそれを外すことも可能です。このような形でですね、まあ、リード2のところ、トランスクリプトを読んだものをですね、アライメントを行っていきます。 でこちら、アライメントを使用しているソフトウェアですが、STAR というものを使用しています。こちらは一般的に使用されています RNA シーケンス用のアライナーというものになります。リードをゲノムとトランスクリプトともに同時にアライメントすることができる RNA シーケンス専用のアライナーになります。このスライドではリード長がマッピングレートにどのような影響を及ぼすのかというのを示しています。 真んん中ののグラフの方を説明していきます。すこちらなんですけども、横軸がリード2のリードレングス、リード長ですね、それから縦軸がマッピングレーションを示していきます。で長く読めば読むほどです、ね、マッピングレーションのが上がっていくというのがわかるかと思います。これ、ニューの PBMC、それぞれ比べてますが、どちらも同じ傾向になります。それでリードレングス、ですね、こちら65ベースペアぐらいで大体飽和するという形になります。 10X の推奨条件90という形になりますので90元気読めば十分にです、ね、マッピングレーシュの方サチュレートしているというふうに考えることができるかと思いますで次に行う工程がバーコードの修正になりますでセルバーコードの方なんですが基地のセルバーコードシーケンスの一覧と一致する必要があります 10X のバーコードですがこちらも決まった配列になっているんですね この場合ですと3ごめんなさい、73万種類ぐらいになるんですけれどもそれで、まあ、基地のリストと一致するかどうかを見ていくという形ですでもし一円期ミスマッチがあった場合にはです、ねまあ、そこが低品質である場合はですね許容するという形になります次に行うのが UMI のフィルタリングになります UMI のフィルタリングなんですけれども、こちらホモポリマーではないことということで、これ、ホモポリマーというのが、同じ塩基配列が続くものです。例えば、AAAA と同じ塩基が続くものに関しては、これはロークオリティであるという形で除去します。 それから N を含まないことということで N っていうのはですね、これ延期配置が決められなかったというものになります。やっぱりそういったものもですね、クオリティが低いということで除去します。それからベースクオリティが10未満の延期を含んでいる場合も、これも除去の対象という形になります。それから UMI の修正なんですけれども、より高いカウントの UMI から1延期が不一致である UMI はセルバーコードと遺伝子を共有している場合は、その UMI に修正されますって書いてある下のところを見ましょう。 こちらですね、左側のようにバーコードが一致する、セルバーコードが一致して、UMI が一円期ミスマッチになる、かつですね、遺伝子の方が同じものにアライメントされているとなると、ですね、これはここでのミスというのは、ですね、一円期の違いというのは、おそらくは読みミスであろうと、これはもっとは一同じ分子であるというふうに解釈してですね、修正を行うという形になります。 そして最後に UMI カウントを行います。こちらそれぞれのですね、バーコードにおいて、それぞれの遺伝子にアライメントされたリードの UMI カウントを集計していくという形になります。左の GIN1 のところに見ていただくと、バーコード1というところのですね、バーコード、セルバーコードがバーコード1の場合ですと、UMI が上から1、2、1、3、ちょっと G1 いっちゃいんですけど、1, 1、2、3、3種類あるというのが、一応図では示されています。 そうするとその場合には UMI カウントは3であるというふうに集計します。これらをすべてのバーコード、すべての遺伝子に対して集計を行って、まあ、ローバ、ジーンバーコードマトリックスというのをですね、作成を行います。でカウントは換算したすべてのバーコード、これセルバーコードに対して行われ、アンフィルタードフューチャーバーコードマトリックスというのが作成されます。これどういうことかというと、細胞が入っている。 入っていないにかかわらず、これはすべての MR ジョン、バーコードに対して行われる作業ですということです。次に、アタックのデータ処理について説明をしていきます。こちらはセルレンジャーアークの解析の流れを示しています。今から説明するのが点線の部分になります。アタックの点線の部分の工程を説明していきます。 でここでは最初に前提となる知識という形でですねアタックですが知っていることとしてはトランスポゼースはアクセス可能なまあオープンしているクロマチン領域の DNA を切断しますでこの切断の際にシーケンスのための DNA 断片が切断部位に挿入されるという形ですそして DNA 断片の末端というのはトランスポゼースの切断部位を表しているというふうに言えます それでは疑問点の方ですが何百万もの DNA 断片がシーケンされた場合どのようにしてシングルセルのレゾリューションでトランスポゼースのアクセス可能な領域を推察するのかというのがここでの疑問点になりますそのためにはピークバーコードマトリックスの作成工程の概念を理解するということでこれからプレゼンテーションの方を始めていきたいと思います こほと同じように左側に工程を示したようなボックスですね。今だとアライメント、それから右側にその説明があります。最初に行うのがゲノムへのアライメントになります。こちらなんですけれども、実際シーケンスしたデータをですね、模式的に表したものです。今回はゲノムをペアードエンドで読んでいるという形になります。太線の部分が実際にシーケンスされた部分というふうになります。 これをゲノム上に対してアライメントを行っていくという形になりますでこちらなんですけれどもアライメントソフトウェアですが BWA というソフトウェアを使って実行されます次の工程はバーコードになります 追加でシーケンスしたセルバーコード配列を2延期まで修正し、セルバーコードのリストと一致するようにしますとありますが、こちらですね、インデックスシーケンスの部分でセルバーコードをシーケンスしております。その時にですね、セルバーコードすでにどういう配列かっていうリストがありますので、それと比較して、そのリストにあるかどうかを確認をします。その際には2延期ミスマッチまでを許容しますということになります。 他のアプリケーションですと1延期ミスマッチ許容なんですけれどもこちらのマルチオムのアタックの場合には2延期までという形になります理由はですねインデックスシーケンスの部分でセルバーコード用におりますインデックスシーケンスリード1リード2といった通常のシーケンスのリードよりもですねクオリティが若干落ちるということで2延期まで許容するという形となっておりますそれから合わせてですねこの工程ではですねデュプリケートの除去というのもやっております でこちらのデュプリケートなんですけれども、えー、とちょっと文章を読んでいきますね。デュプリケートはすべてのバーコードにわたってコールされます。最も一般的なバーコードから1つのコピーが保持されますと書いてありますが、今ですね、えょ、ー、と重複って示したところ、デュプリケートなんですけれども、こちらですね、えーと、どうやってまずデュプリケートを定義しているかというと、リード1とリード2のアライメントのポジションが、ゲノム上のポジションが 完全に一致するとそれはリプリケートとして定義しますで。リード1とリード2で読んでます。それをですね、ゲノムにアライメントして、その位置が完全に一致するというのは非常にレアです。偶然に一致するというのは非常に非常にレアになりますので、まあ、一致してた場合にはそれはリプリケートであるという形で判断をします。そうするとですね、 えと画面の方を見ていただくとです、ね、デュプリケートって書いてあるところが、本当はここ4個同じリードがあって、そのうち四角で囲った3つがです、ね、一番下のやつって言っていいんですかね、それとです、ね、ちょっとかぶっていると、位置,が被ってるとか位置が一致しているという形になりますので、これらはデュプリケートとして除外をしますという形になります。それから、これ、デュプリケートなんだけど、他のジェムバーコードで見つけたデュプリケートに関しても除外するという形です。 ちょうどこれ画面のところですとアダプターの色で、えー、とセルド、ジェムが違うよということを示していますが他のジェムでもです、ね、一致したら除外します理由としてはです、ね、他のジェムにちょっコンタミしてしまったという可能性も少しはあるという形になるのでこういった場合もですね、ュプリケートとして除外するという形でアルゴリズムは処理していきます。 次にに行ううのがカウントという処理になります。こちらなんですけれども1つの細胞あたり読んでいるシーケンスの量というのは2万5000ペアエンドリードという形になりますよって1つのバーコードから得られるデータというのは非常に素になりますなのでピークを見たいっていう時にですね1つのジェムから出るデータではですねちょっとピークが見えてこないと いう形になりますのでべての得られたバーコードのところのデータをですね全部合わせてしまうということをやりますそうするとですねこちらの画面にあるような形でピークのようなものが見えてくるという形になります次に行うのがスムースというですね工程になるんですけれども すべてのバーコードからですね、カットサイトを追加した結果として、まあ、こんなようなピークのようなものが見えた状態になります。で、ある位置の上流と下流200ベースのですね、全てのカットサイトをカウントするスライドウィンドウというのをですね、使用して、ピークの方をですね、カウントしていきます。今ちょうどですね、2カウントあったんで、2カウント分のピークが見えてるかと思います。そうですね、また2カウント足されたんで、また2カウント足された。 で4カウント足されたやつという形で、こんな形でですね、スムースという作業を行って、こういう形でピークをです、ね、作っていくという形になります。でスムースと終了すると、このような形で、まあ、よく論文とかで見られるようなピークの方が見えてくるという形になります。 先ほどのスムースの工程では、ウィンドウ s サイズが上流200、下流200、トータル400のウィンドウサイズで行っていますが、それがどのように選択されたのかというのをここでは示しています。グラフの方なんですけれども、こちらはさまざまな細胞において、さまざまなウィンドウサイズで、エリアアンダー &ROC の方を見ています。これ、どういうことかというと、まあ、バーが高ければ高いほど、判別能が高いというふうに考えていただければと思います。 で最初に72ベースのウィンドウを試したんですが結果がですね、非常に良くなかったという形で、まあ、大きなサイズを試していったという形になります。ここだと200から500ですで。実際採用している400というのが黒で囲っているグラフになるんですけれども、えーとですね、傾向として言えることが大きなウィンドウはセル数が少ないほど性能がいいんだけど逆にセル数が多い場合には小さなウィンドウの方が良いというのがですね、傾向として見られました。 そこで実際の解析のバランス等を考えて 10X では400ベースペアのウィンドウサイズを採用しました次に行うのがシュレッショルドになりますノイズの指揮を決めるという形になりますアルゴリズムなんですが混合モデルに基づいています 生データが3つのサブ集団で構成されていると仮定して行っていくという形になりますで通常のデータですとピークのシグナルがあるそしてバックグラウンドであるピークのノイズがあるということなんですがアタックの場合ですねほぼほぼですね0、えー、がデータという形になると思いますのでゼロインフレというです、ね、サブ集団もあるというふうに仮定してやりますで混合モデルを形成するために 生データに3つの確率分布というのをフィットさせます。でこちらの,あの考え方なんですけれども、ジンバというです、ね、アルゴリズムにインスパイアされたものという形になっております。それでは、シュレッショルの方、どう決めていくかというのを説明していきます。まあ、一番上のが先ほどのスムースの作業を終わったところのピークのデータになります。 で下のグラフなんですけれども、ちょっと複雑なので説明していきます。これ、横軸なんですけれども、ウィンドウあたりのカットサイトになります、先ほど400ベースのところでこうウィンドウでピークを見つけに行ったんですけど、その時のウィンドウですね、そのウィンドウサイズ400ベースの中にカットサイトが何個あったのかというのをここでは示しています。当然、カットサイトが多ければ多いほど、そこには鋭いピークがある。 とという,ふうに考えることができます。逆に数知がちっちゃいとそれはノイズであったりとかそういったところというふうに推察できます。それから縦軸の方がそのウィンドウの数を示しています。そうすると,、えー、と左側の方かなウィンドウがすごく多い場合なんですがこれはほとんどピークがないようなものがすごくたくさんあるそしてピークがたくさんあるような右側に行けば行くほどそれが減っていくという形になります。 でこの時に式位置をどう引っ張るかっていうのをこれ実際の分布に近いものを見てるんですけれどもそうするとどこで式位置を引いていいのかというのがなかなか分かりにくいというのが実際のところになりますそこで EM アルゴリズムを使用して幾何学的分布をゼロインフレーションとピークに負の二項分布を非ピークに徹行させるということをやります 実際のところですね、まあ、こんな形になるんですけれども、例えばですね、えー、とちょっと色字が見づらいんですけれども、えー、とまずノンピークからいこうかな、ノンピークというのは、えー、とカットサイトが少ないウィンドウ、赤いところになるんだけど、ものがこういうピークが分布があるんで、この集団にはあるんだよ、それからゼロインフラティットというピークも、えー、とこれ、オレンジ色って言っていいんですかね、オレンジ色のようなピークであるというふうに言えると思います。 それから一番、えっ、ー、と、これグリーンでいいのかなグリーンのところで実際のピークのところが分布があると。この3つのサブ集団を組み合わせると元のピークがあるというふうに仮定してやります。実際のデータに3つのモデルをフィットさせました。では次は域地を決めるんですけれども、この域地なんですが、 シグナルがノイズ、ここでいうノイズはゼロインフレーションプラスノンピーク、これの5分の1になるところで発生するというやり方になります。実際にここの図で説明しますと、ここでは行き値になるんですけれども、えっとですね、ノイズの方なんですけれども、こちらがですね、451.06K のこれ、ウィンドウの数になります。 それからピークの方が 89.85K これもウィンドウの数になりますこの時のですねえっ、ー、と下のところ X 軸の値カットサイトパワーウィンドウというところがですねえっ、ー、と1という形になるんですねでこちらの場合ですと130以上のカットを持つすべてのウィンドウがピークとして見なされます400ベースのウィンドウの中に これ、マーージしたデータで、全てのジェムをマージしたデータでカットサイトが103以上あればそれはピークとして見なすという形で遺棄値の方をですね、決めますで実際にです5、ね、分の1という数字なんですけれども、どのように決めたのかこのオッ比どのように決めたのかというところなんですけれども、実際に1、1 10分の1、40分の1という4つのオッでですね 解析したものはこちら横軸がホールスポジティブのレーシオ縦軸がトゥルーポジティブのレーシオになりますで参照したデータセットですがこれエンコードの DNS のセンシティビティサイトに由来したものというふうになるんですけれどもこれ見ていただくとです、ね、オッズ比が1であればあるほどトゥルーポジティブなレーシオというのはホールスポジティブは減るんですけれどもトゥルーポジティブの0オは下がるという形になります。 おつれしをです、ね、どんどん下げていくとです、ね、1分の40とすると、ホールスポジティブレートが上がっていく、まあ、その分、トゥルポジティブレートも上がっていくと、両方上がっていくという形で、そこのバランスをどう取るかというところなんですが、こちらで採用した5分の1という値なんですけれども、お、えー、ツ比の最終的な選択というのは、これ5分の1なので、オレンジの10分の1と、青の、えー、と1ですね、その間のどこかにある値と。 いうところになりますちょうどバランスがいいところということでオッズヒモのところは5という5分の1という数値をですね採用しています。そして次に行うのがピークコールになります。でピークコールなんですが先ほどシュレッショルド決めましたのでそのシュレッショルルよりも高いものをピークとして見つけるという形になります。 ゲゾム全体のピークのですね、ピークなんですけど、これ同じ域値を用いて同定されるものとなります。まッ、あ、染色体だから域値が変わるとか、ある領域において域値が変わるとか、そういったことはございません。それから500ベースペア未満のピークというのはですね、マージされます。ここのところにちょっと写真があるんですけれども、えーとですね、 ピークの方がこちらがです、ね、500ベースペア未満のところで2つある場合にはそれは1つのピークですよということでマージされるというそういう仕組みになっておりますでピークを先ほどマージするということを説明していましたがそれはどういった効果があるかというところをここでは示していますさまざまな細胞数において縦軸のところがです、ね、これチェンジインエリアアンダー ROC という形で,で上に行けば行くほど判別の方が高くなると思ってください で実際ピークマージをするとどういう不変化があるかっていうのをここでは示しています。でピークをマージすると低細胞数では500細胞とか750細胞では一貫した正の効果があるという形になります。一方ですね高い細胞数では小さな負の効果があるという形になります。 それからもう一つの大きな効果なんですが、隣接するピークがです、ね、合体するためピークの総数が大幅に減るというのも効果の一つと言えますでその次に行うのがフィルターという工程なんですけどこれ何かというとローターゲッティングなものをフィルターで除いてやるということをやりますで実際いくつかのバーコードというのはオーバーラッピングピークの割合が非常に少ないです。それらは、 保持しておくべきなのかどうか、保存しておくべきなのかどうかというところなんですけど、説明していきます。でこちらはです、ね、ターゲッティングプロットというものになりまして、ウェブサマリーでも出力されます。横軸の方がバーコードあたりのフラグメントの数、それから縦軸の方がですね、こちらはフラクションオーバーラッピングピークということで、これ、何がオーバーラップしているかというと、他の細胞とオーバーラップしているかどうかというのを示します。 なのでこのフラクションオーバーラッピングピークが高ければ高いほど他の細胞においてもそのピークは見れたという形ですイメージとしてはクロマチン構造が維持している細胞というのはあるところが切れるそのピークというのは、まあ、同じような細胞の底のピークが見られるということに期待できますのでフラクションオーバーラッピングピークの割合というのは高くなります なので青いところがこれ細胞を示しているプロットになるんですけれどもその細胞のプロットというのがフラクションオーバーラッピングピークスの割合が高ければ高いほど黒、まあ、マチンの状態が良かった質のいいデータという形になりますここで示している理想的なライブラリーではフラクションオーバーラッピングピークスの割合が0.8ということで非常にいいんですねでこれがですねちょっとまあデータとしてです、ね、質が低くなってくるとその割合というのが下がってくる それからフラクションオーバーラッピングピークスのものがですね0から0.2ぐらいの細胞の割合というのが増えてきますではその低く極端に低いものをこれを細胞としてコールするかどうかという問題があるかと思いますで実際にこの低いものというのはどういうものかというと高中級とか子細胞が多いんですねそれからターゲッティングが低い ということで、これ何を言しているかというとアタックピークシグナルや TSS コアが低いということで、まあ、クロマチン構造としてはかなり崩れてしまっているというふうに考えられます。インサートサイズの分布はモノスヌクロソームの分布に富み DNA のツイストがない集団というふうに言えます。それでは 実際にこのローターゲッティングのところをですね、まあ、どのように基地をです、ね、引いてフィルタリングアウトしていくかというところについて説明をしていきます。ここでは話をシンプルにするために6 0キロベースという非常に短いゲノムがあってそこに4つピークがあるという状況を仮定をしています。で最初にまずですね、ちょっと基準と言っていいんですかねというものでピークレートというです、ね、ものを計算します。 これ何かというとですね、まずここのようにピークのフットプリントがある。そしてそれをですね、両側に2キロずつ伸ばすというパディングという作業を行います。で、パディングされたフットプリントというのがですね、このように得られます。それでピークレートというのはこれどうやって計算するかというと、パディングしたフットプリント、そして ゲノムサイズその比で計算を行っていますこの場合ですとパディングされたフットプリントというのが一応1 8キロぐらいというふうになります。でゲノムサイズが 60kb ということでピークレートは0.3ということで計算されました先ほどのスライドでピークレートが算出されました。これを基準に フィルタリングをかけていきます。先ほどのピークレートよも良ければ細胞悪ければフィルタリングアウトするということになります例を示していきますまずですねバーコード A というですね、まあ、ジェム細胞が核があったとしますこのバーコード A なんですけれども品質が悪い核だと思ってくださいで今ですね例を示してるんですけど点線で見えているものというのがこれがシーケンされたフラグメントになります ゲノム全体にわたってフラグメントがシーケンスされている。それで青いものというのはピークと関連するもの、赤いものというのはピークと関連しないものという形になります。ゲノム全体がこれ切れている、シーケンスされているということは、これはもうクロマチン構造が壊れていて、ランダムに切れているというふうにですね、考えられます。で、一方ですね、バーコード B、バーコード B の例なんですけれども、 こちら見ていただきますと先ほどのバーコード A と異なっていてちょっとピークと関連しているところがシーケンされているようなところになりますゲノム全体がシーケンされているわけではなくて、まあ、ピークと関連しているところのフラグメントがですね多いということがわかりますでこのバーコード A と B に対してフラクションオブフラグメントオーバーラッピングピークスというものを計算します でこちら A の場合なんですけれどもこちらは30個フラグメントがシーケンスされましたただしピークとして関連するものは7ということでこちら0.23となります一方 B の方ですねこちらは12個フラグメントがありましたシーケンスされましたそのうちピークと関連したものは5個という形になりますそうすると0.42という計算になりましたそしてそれぞれ算出されたスコアがピーク0というよりも 高ければ細胞、低ければフィルタリングアウトされるという形になります。ここではです、ね、実際にフィルターをかけていくんですけれども、オーバーラッピングピークの割合というのがピークレートを下回ってしまったバーコードというのは、直ちに細胞ではないとしてラベルされるということなんですけど、先ほどの例ですとピークレートが0.3。 それでバーコード A が確か0.23というオーバーラッピングレートだったのでバーコード A は細胞ではないというふうにジャッジされるという形になりますで。このフィルタリングステップを通過したバーコードのみがセルコーリングアルゴリズムを通過するという形になります。でピークレートはフラグメントが偶然にピークと重なる割合というのを推定しています。でピークレートは ゲノムとセルタイプによって異なります。常に0.3ではなくて、まあ、ライブラリーごとって言ってるんですかね、それごとに計算されるものというふうに考えてくださいで。実際のデータがこちらにありますが、左側がフィルターを通す前、右側がフィルターを通した後なんですけれども、 このライブラリの場合ですと0.2よりもちょっと低いところにです、ね、ピークレートが設定されたということでそこから上のものに関しては細胞であるそれよりも下のものに関してはこれは細胞ではないという形でフィルタリングがされますという形になりますここからはです、ね、もう1つのフィルターであるマルチプレットのフィルターについて説明をしていきたいと思います で今回の圧生ですがこれは当然シングルセルなのですので1つのエマルジョン、ジェムの中にはゲルビーズと細胞が1個入るこれが一番です、ね、理想なんですがどうしてもです、ね、細胞が2つ入ってしまうというセルマルチプレットのケースもあれば、えー、とゲルビーズが2つ入ってしまうというです、ね、ゲルビーズマルチネットというものも非常に少ない割合ながら存在をしてしまいます。 でどうしてもですね、こういったものというのは、ドロップレットベースだとですね、確率的にマルチの中にゲルビーズが入る、細胞が入るっていうところを制御してますので、どうしても生じてしまうところにはなりますが、よいしょ、セルレンジャーアークの場合ですと、このゲルビーズのマルチプレットを除くというフィルターを実装しております。 それではどうやってマ、ねまあ、ルチプレットというものを認識しているのかというのを説明をしていきたいと思います。まず最初にここでは説明するのは理想的な場合になります。マルチプレットがない場合、データはどう見えるのかというのを説明していきます。ここでは2つのジェムがあります。で、それこにですね、えー、とトランスポゼースが作用して、まあ、DNA の切断が起こるという形になります。 トランスポジション後、同一バーコード内には多数の隣接するフラグメントの端というのが存在します。ちょうど点線で囲ったところになりますが、2つの異なるバーコードの間にはですね、隣接するフラグメントの端がほとんどないです。ほとんどないって書いてある時々あるんですね。今点線で囲っているところというのはそれに当たるんです。 でバーコードの全てのペアを考慮しそれらが共有する隣接フラグメントの端の数を数えることができますそしてその場合暗い対角線というのは同じバーコード台で共有されている隣接フラグメントの端というのを示していますでこの対角線上からちょっと外れたところにもですねちょっとシェードがかかっているようなものが見えるかと思うんですけれどもこれが上では点線で囲っている ななものになりますこれがまずですね一応理想的な前提条件という形になりますではゲルビーズマルチプレットの場合はどのように見えるかというとここではですねゲルビーズのバーコードの6割が赤あ4割が青という形で話を進めていきます トランスポゼンスで切ると、まあ、こんな上のような形になるんですけれども、えっと、まあこう切れたところを注目しますと,、えっとこの隣接するバーコードが赤赤でつながる場合なんですけどその場合には確率的には 0.6×0.6 で0.36青青の場合でつながる場合は 0.4×0.4 で0.16赤青のヘテロの場合には 0.6×0.4×0.2 でトータル0.48という形でこういう形で計算ができるかと思います。でそれをです、ね、図にするとこんな形になるんですけれども、ゲルビーズのダブレット、マルチプレットにおいてはそれ自体の中で行うよりも他のバーコードとより多くの隣接するフラグメントの端を共有するバーコードの相互のペアが存在するというふうになります。実際図で書いてあると ちょうどこうヘテロで組み合わせるようなバーコードを持つようなものっていうのが、まあ、マルチプレットの場合だと同定することができるんですね。通常はまあ対角線だけなんですけれども、マルチプレットであると共有する、フラグメントとして共有するものが出てきて、それがちょうどヘテロなバーコードを持つっていうものが分かるという形で、これでマルチプレットをですね、検、えー、することができます。 上記のような場合ですとマイナーなバーコードを除外するという形です。この場合ですと赤が6割、青が4割ということがこれは計算上推察されると出てくるという形なのでこの場合には青の方をです、ね、除外して赤の方だけを使うという形で、えー、と解析の方が進むということになります。 でゲルビーズマルチプレットをですねそのまま解析に使用してしまいますと1つの細胞がデータセット内で複数回表現されてしまうという問題が出てきますで細胞数を過大評価してしまいますがセルマルチプレットと異なってキメラというものは作成されないということになります通常細胞数これマルチプレットのフィルターをかけてしまうと細胞数が 10から20%減少してしまいますが使用可能なフラグメントの数というのは1から5%しか減少しないという形になりますフィルタリングされたバーコードは一般的にドミナントなバーコードよりもかなり少ないフラグメントを含んでいるので、まあ、フラグメント数に関しては大きく減らないということになりますジョイントアタックシグナルを活用することでセルレンジャー,アークは遺伝子発現データから ゲルルルビーズマルチプレットをフィルタリングするこなのでまあ通常の遺伝子発現解析ですとゲルビーズマルチプレットは除けないんですけれどもアタックのデータもあるのでアタックのところからまあマルチプレットを同定してやって除くということができるようになったということです。 そして最後にピークコールの結果を使用してピークバーコードマトリックスを作成することができます。各バーコードを通して基地のピーク内で発見されたカットサイトの数をカウントするという形です。 遺伝子発現のための遺伝子バーコードマトリックスに類似していますが、各バーコードについて、各遺伝子にマップされた個別の UMI を数えるのではなく、各ピーク内のカットサイトの数を数えるという形になります。遺伝子の場合ですと UMI になるんですけれども、この場合ですとピークの数になります。下のようなマトリックスになります。 横軸がバーコード、セルバーコード、それから縦軸のピークというのが各ピーク内でのカットサイトの数ということになります。で例えばですね、バーコードのナンバーワンというものはピークナンバー4内に2箇所のカットサイトがあるということをここでは示しています。アタックの解析のまとめになります。 最初ににリードををゲノムにアライメントを行います。そしてカットサイトをカウントしてやってウィンドウ400ベースのウィンドウをスライドさせてスムーズカウントを行ってやりますそしてその次ですね混合モデルを使ってやって式位置を決めてやるそしてその式位置を用いてピークコーリングを行う そしてその後バーコードのフィルタリングを行います。フィルタリングですが2つあります。1つがローターゲッティング、もう1つがゲルビーズマルチプレットのフィルタリングの2つです。そして最後、マトリックスを出力するという流れになります。ここからはジョイントセルコーリングについて説明をしていきます。ここではセルレンジャーアークの解析の流れを示しています。 今から説明するジョイントセルコーリングは点線で囲んだところになります。RNA シーケンスとアタックシーケンスのデータから得られたローマトリックスのデータを使用してジョイントセルコーリングを実施します。でジョイントセルコーリングなんですけれども2つのデータセットを使ってセルをコーリングするというやり方になります。でここで今示しているプロットというのが横軸がこれバーコードあたりの アタックのピークの数、イベントの,あのアタックで切れた場所の数、縦軸の方が、これですね、バーコードあたり検査された RNA シーケンスの UMI カウント数になります。で、イメージとしてはですね、細胞が入ったジェムというのは RNA のカウントも高いし、アタックのピークの数も多いということで、右上に組むほどですね、これは細胞というのがですね、なんとなくイメージつくかなと思います。 実際やるとこんな感じの結果になるんですけれども、右上のところの集団というのが、これですね、両方の圧勢でシグナルが高いということで、これは細胞という形になります。でシグナルが両方とも低いとなると、エンプティドロップという形で、エンプティのドロップ、それから一番下のところにです、ね、あるです、ね、非常にです、ねえっと、両方とも低いようなものっていうのは、これ、バーコードコンタミネーションということで、これ、先ほど示したもの、あの説明したところになります。 でここではジョイントセルコーリングの概要について説明をしていくんですけれどもまず最初にマトリックスを二次元プロットに変換をしてやります先ほどのスライドで示したものがそれになりますそしてバーコードフィルタリングをかけてやりますそして最初に初期の中心の決定っていうのを行ってやります実際には細胞が入ったものと細胞が入っていない集団って2つ ががでできるるいうののの考え方になそそれぞれぞ中心を決めててありますそしクラスタリングを実行して最終的なクラスタリングを実施するということで、まあ、2つの集団に分かれると細胞が入った入ってないという2つの集団に分かれることが期待できますので、まあ、それをですねクラスタリングを実行して最終的にセルコーリング細胞が入った集団を特定するというのが解析の流れになります。 最初に行うのが、マトリックス。まあ、行列のデータをですね、2D プロットに変換するということを行います。このステージでは、2つのローマトリックスが使用されます。RNA の UMI カウントの遺伝子バーコードマトリックス。アタックのピックサイト、アタックのピークのカットサイトのピークバーコードマトリックスです。それぞれプロットしたものが真ん中にございます。横軸がアタック、それから縦軸が RNA シーケンスの UMI のカウント数でプロットしたものということになります。で観察されたすべてのバーコードはその合計アタックと RNA カウントに基づいて、まあ、このようにプロットすることができるということになります。これ実際のデータを使用しておりますのでだいたいこんな感じでプロットされることが一般的です。 それから右のところにありますカラーマップなんですけれどもこちらはバーコードの密度を示しています色が明るければ明るいほどですね、そこにはたくさんのバーコードがあるということになりますよって左下の方にですね、かなりですね、バーコードがですね、高いとたくさん集まっているというのがわかるかと思いますで実際にローマトリックスの多くのバーコードというのは左下隅に見つけることができます例えばですね 1>, 1万ぐらいのです、ね、バーコードというのは、プロット上の XY 座標を示しているんですけれども、2と10ということで、まあ、アタックのカウントのピークの数というのがたったの2個、それから UMI のピークの数がたった10個というところに非常に多くのです、ね、バーコードが集まっているというのを矢印で示しているという形になります。よってかなり左下のところにバーコードが密度が上がっている。 ととといいうことがです、ね、こがの図かかからわかるかと思まますすバーコーコドフィルタリングになります以下の基準を満たすバーコードのみをキープするということでこれ先ほど説明したところになるんですけれどもアタックのまず1つ目ローターゲッティングフィルターとゲルビーズマルチプレットフィルターに合格しているものというのは残されます。 それから両方のので1よりり多いカウントを有するものになります。るもになまそれからユニークな RNA カウントと RNA カウントを有するものというのも残されますそうするとですね右側のような形でフィルタードしたバーコードというのは右側のようになります でちょっとプロットの方の形、似たような感じに見えているんですけれども、実際の密度の方を見ていただくと、ですね、えー、とフィルターがかかったというところがわかるかと思います。 セルコーリングのためのクラスタリングを行っていくんですけどここでいうクラスタリングというのは何かというと細胞としてコールされているクラスターを見つけるというところになります、まあ、ざっくりここのプロットですと右上のところのクラスターというのが細胞と言えると思うんですけどもそれをしっかりと定義していくというのがです、ね、ここでのやり方になります で最初に式位を決めてやるんですけれども、両方の99%、これ両方というのがアタックとアレネのカウントの99%の10分の1をです、ね、最初の式位として決定します。でこれが矢印で,です、ね、示されているところの座標になるんですけれども、ここではです、ね、この計算をオードマグというふうにです、ね、呼んでいきます。 右上のところのです、ね、色がついたところに見ていただくあのフォーカスして話していくんですけれども第一の式位先ほど言った99%の10分の1の値を超えたところのバーコードについてはこちらに関しては99%のパーセンタイルをカットオフ値として,として設定しますでこの99%のパーセンタイルというのが矢印で示しているところになりますここに関しては 次のところではですね、カットオフ、見ないという形になりますで。どういうことかというと、計算なんですけれども、カットオフされて覗かれた今、ところ、まあ、色がついているところになるんですけれども、そこにフォーカスしてしゃべっていきます。でここでもう一度ですね、オードマグをやっていきます。この今、色がついているところのプロットにおいて、 99%タイルパーセンタイルのスコアの10分の1のところの位置を計算するということを行います。それで新しくまた計算をするとですね、8、えー、番目の2回目の識位にはカウント数の多いバーコードを除外しているため、最初の識よりも低くなるということになります。 で結果として第2の式位に基づいて2つのクラスターが定義されました左側の図で言うと色違いのクラスターですね色が2つ分けられていると思うんですけどそれぞれの色違いのところで2つ定義していますそしてその次やるのが、えっと、両方のクラスターの中心を決定するということです当然これ中心になりますのでバーコードの密度が高いところっていうのがまあ あのところが中心になるという形になりますでこれが最初のクラスタリングになりますでこの次なんですけれどもパイプラインで K-MINS クラスタリングを使用して結果をどんどん洗練させていくということを行っていきますクラスタリングについて説明をしていきますクラスタリングなんですけれども こちらは2つのステップを交互に行っていきます。最初に行うのがクラスターの割り当てですね。中心を固定したまま最も近いクラスターの中心に近いバーコードに割り当ててやると。そして中心を更新してやると。そしてもう一度割り当てを、えー、と再計算してやると。そして形が収束するまでそれをずっと繰り返していくというのは、これ、K、K-means になるんですけれども。えっ、ー、とですね。 最初に行うのが、クラスターの割り当てというところになります。でこの場合、k イコール2でやってますので、クラスタリング、どうやってです、ね、割り当てるかというところなんですけれども、えー、とクラスターの境界というのは、両中心を結ぶ線、これに対しての直線の、まあ、垂直二等分線というのが、えーとそころ、ところで分けると、そこで線が引かれるという形です。ここですね、こういった形になっていて、 まあ2つのところにですねクラスターが分けられたという形になりますでクラスター分けられましたら今度中心の更新を行います既存のクラスター割当に基づいて両方のセントロイドこれ中心がですね左下にシフトしたっていうのが出ます、えっと、古い中心というのがまあピンみたいなもので示されていて×バツで示されているものというのが新しい中心になります 今度また新しい中心に対してもう一度同じ計算を行っていくという形になります。でこれを繰り返して収束するところまでですね計算を行っていくという形になります。そうすると最終的にまあ境界線がですねこのように左側のように決まるという形になっています。 それで、今回使っているデータですけどアタックのカウントアレネカウントなんですけどこれ非ユニークのためにフィルタリングされたバーコードというのはクラスター境界によって、まあ、細胞か非細胞かに分類されるというふうになりますジョイントセルコーリングのまとめになります最初にマトリックスの2次元プロットに変換をしてありますそしてバーコードフィルタリングをかけてやるということですねでこちらその次 初期のの中心の決定を行ってやりますそして中心点が2つ決まったらですね細胞がある方ない方ですね決まったらですね K ミズクラスターを実行してやって最終的な細胞と非細胞のところの境界線を決めてやるとそして境界線を越えているものをセルとしてコールするという流れになりますそれからセルコーリングアルゴリズムの上書きという形で えっと、セルコーリングうまくいかなかったときにオプションでマニュアルで設定することができます使うオプションが -min-gexcount と -min-attackcount というこの2つになりますでこれ -min-gexcount と -min-attackcount はセルレンジャーとセルレンジャーアタックのイフンホースセルズのパラメーターと同じようなものとして考えていただければと思います細胞を手動でコールする場合のやり方になりますで こちらなんですけれども、いずれかの基準を満たすバーコードをセルとしてコールしなさいよというですね、そういう設定になります。でこちらですね、トグルスパイクラインズっていうのをやるとですね、実際にこういうふうにですね、えー、と線を引くと言っていいんですかね、見ることがウェブサマリー上で可能になります。そうすると、セルジンジャーアークを例えば -min アタックカウント4123 ハイファフ・ァミン、ゲックスカウント8597ということで、右側のところの境界線のところですね、ここの座標を打ち込んでやると,、えー、と、それを超えているものをセルとしてコールされるという形になります。ちょっと右側の図と示すと、えっ、ー、と、オレンジって言っていいのかな、黄色っぽい色で示されたものをセルとしてコールしなさい。それから青色で示されたところというのを非細胞として、えー、とコールしなさいというふうになります。 なので、まあ、セルコーリングちょっとうまくいってないなという場合にはですね、こちらの2つのオプションを使うことによって、セルコーリングをですね、マニュアルで実行することが可能となります。ここからは、フューチャーリンケージの計算について説明をしていきます。でここでは、セルレンジャーアークの解析の流れを示しているんですけれども、えー、と今から説明するのが、点線で囲った フューチャーリンケージの部分になります。でフューーーチャーリンケージなんですけれどもこちらは2つのフューチャーをつなげるということでック x のデータとアタックのピークデータこの2つのです、ね、相関を見ていくというのがこのフューチャーリンケージの解析目的になります。 実際にフューチャーリンケージの方を計算していくとですねそのリンケージの数っいうのは非常に膨大になるということがですね推察されます。例えば典型的な 1PBMC ライブラリの場合約3万5000の遺伝子そして11万5000のピークがあるという形のあるライブラリです、ね、の場合で合計15万のフューチャーを見ていかないといけないということになります。 でこれをですね、えー、と見ていくと15万のフューチャーがねそれぞれの相関を見ていくとなると、えー、と下のような式になります。なので、15万の2乗割る2ということになって、これ計算すると大体100億以上という形になって、これをすべてのリンケージを計算するとなると、非常に時間がかかるという形になるので、シンプルに考えていくことが重要になります。シンプルに考えて計算量を抑えていくというのが重要になります。 で最初の非常にシンプルな考え方としては、同じ染色体のつながりのみをですね、考慮してやるというのが1つ目のアイディアになります。でも、これでも結構計算量が必要になるということになるので、でこの染色体をです、ね、これ今、右側の1つの染色体の中を見ているんですが、これをさらに2メガのところに分割していくという形になります。そうすると、この四角のところになります。 で実際、解析のフューチャーリンケージのところなんですけれども、ある点から上流から下流の1メガのところを見ていくという形になるので、まあ、実際にはこういう四角ではなくて、まあ、こういったです、ね、ラインのような感じになります。ある点があったら、そこの上流と下流を見ていくと。ある点ではこの今点線で示したところになるんですけど、例えばですね、ある遺伝子の発現があって、それと,、えー、とリンケージがあるようなピークを見ていくとなると、そのて遺伝子の転線、 遺伝子から上流1メガ下流1メガのところにあるピークを見つけに行きますよというそういうことになりますそれからフューチャーリッケージを考える上でチャレンジの2ってことで難しいところなんですが非常にデータが素であるっていうところも問題になります入力するマトリックスっていうのは非常に素ですどういうことかというと典型的な遺伝子バーコードマトリックスっていうのは およそ95%が0になるんですね。まあ、発現している遺伝子である細胞において発現している遺伝子で非常に限られたところになるので、ほとんどの遺伝子の発現量というのは0になります。これ、アタックも一緒です。ピークバーコードマトリックスに関しても、おおよそ95%、3%が0という形になります。 RNUMI カウントとアタックのカットサイトの範囲というのは非常に狭いということで、まあ、ゼロから、まあ、カウント数いってもです、ね、10いくつとかそういったところになるのであのやっぱりここで,です、ねえー、と図を書いても明らかな相関関係のないグリッドになってしまうということがありますちょっと下の図を説明していくと,、えーとまあ、理想的なところというのはプロットしてやってポジティブな相関があると、まあ、右上に上がっていくような感じですよね。 そそれからネガティブだととの逆という,ふうに、まあ、これがですね、まあ、一般的にイメージする相関というところなんですけれどもこれをですね、プロットしてやるとどうなるかというとこんな感じになります右下のところこれちらはですね、GZMB の遺伝子のですね、横が GEN カウント UMI のカウント縦軸が GZMB の プロモーターのピークのカットサイトになります。当然、プロモーターと遺伝子の UMI も見てるんで、当然、あの非常にです、ね、高い性の相関があるということを期待するんですけれども、プロットはこんな形になります。実際にはですね、えっと、これですね、X と Y のところっていうのが最大で UMI のカウントだと8、カットサイトだと11という形で非常に範囲が狭いんです。で、ここではですね、プロットの数というのが大体40着ぐらいかなというふうになるんですけれども、 でえー、とカウントのほうがです、ね、そこに含まれるバーコードのカウント,ットのヒートマップで書くと、まあ、00のところが一番強く光っていることで、ほぼゼロのデータという形になりますで。このグリッドのデータって言っていいんですかね、そこから相関を考えるとなるとです、ね、ちょっと工夫が必要ということになります。どういった工夫をしていくかというと、セルレンジャークは行列の平滑化というのを行っていきます。 各セルについて30個の最も近い隣人からのカウントの加重はというのを行っていきます。えっ、ー、とこれちょっと日本語訳になるんですけども、まあ、ネアレストネイバーで解析を行っていくというですね形になります。で例えばですね深夜にまちょっと地震があったという時に、まあ地震が非常に弱い場合で気づかない人がいたりた気づいた人がいると思うんですけども、その時に地震があったかどうかを 確定したいというときなんですけれども、その場合には、まあ、例えば30人の隣人にですね、話を聞いて、今日地震があったかどうかっていうのを聞いていけば、まあ、地震があったかどうかっていうのがですね、分かるという形になります。それと同じような感じになります。ちょっと例え話になっちゃったんですけれども。それからですね、あのコンピューターグラフィックスのところでもよくです、ね、使われていますで。例えばガタ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 としたですね、あのグラフィックのところをですね、こちらをですね、同じように処理してやると、 それがですね、えっと、滑らかになるという形で、こういった形でデータの方をですを、ね、処理をしていくということをやります。でここではですね、えっと、行列の平滑化、先ほど示したマトリックススムージングという作業になるんですけど、これを行うことによって、リンケージの相関というのがかなり見やすくなったというところを説明していきたいと思います。 今示しているプロットというのが先ほど言ったものになりまして、上と下も横軸は一緒なんですね。GZMB という遺伝子の UMI カウント数。それから上のグラフが縦軸が違っていて、GZMB のプロモーター。下の方が KHNYN プロモーターのカットサイトなです。だから GZMB のプロモーター、上のグラフは相関がある、性の相関があることが期待できる。下は相関がないというふうに言えると思います。 それで、このマトリックスムージングを行う前っていうのは、相関があるかどうかを見るっていうのは非常に難しいんですけれども、えー、と先ほど説明したマトリックスムージングを行うとこんな感じになります。ネアレストネイバーで、まあ、データをです、ねえー、と変えてやるとです、ね、変換してやるとこんな形で。 えっと、GZMB のところ、明らかに相関ありますね。相関係数0.87ということで相関があるというふうにデータ見えてきます。一方、相関がないという方のものに関しては、まあ、期待通りって言っていいんですかね。相関係数がわずか0.134ということで、ほぼ相関がないというふうにです、ね、言えるかと思いますで。マトリックスムージングを行うことによって、データの方がかなりクリアにデータを見ることができるようになりました。フューチャーリンケージの計算の方ですが、 先ほど示したマトリックススムージングの結果のところからですね、相関の方を求めていきます相関の範囲としてはマイナス1から1ということになります負の相関から正の相関ですねそこを見ることができますそれから、シグニフィカンスの方なんですけれどもこちらはですね p バリューの方が出力されますでこちら計算方法なんですがホットスポットからのペアワイズローカルコリレーションという方法になります シグニフィカンスのレンジとしては0から299ですセルレンジャーアークではシグニフィカンスが5よりも上のもののフューチャーリンケージをアウトプットとして出力するという形になりますこの部分につきましてはこちらの示してありますバイオアーカイブの方をご参照いただければと思いますここからは二次解析について説明をしていきます こちらはセルレンジャーアークの解析の流れを示したものになります。今から説明するのが点線で示したところですね、ゲックスのアナライシスとアタックのアナライシスの部分になります。こちらはゲックスのセカンダリアナライシスについて流れを説明しています。ジーンバーコードマトリックス、こちらはフィルターと細胞だけのものですね、そこのマトリックスを主成分分析を行う、そして PC1 から PC10 のところをです、ね、計算して、それを次元圧縮を行います。 その結果、テ、まあ、ィズニーと UMAP の方がです、ね、描画されます。それからクラスタリングも行っていきます。そしてクラスター間のディファレンシャルエクスプレッションの結果というのが計算されますで。こちらはアタックの二次解析の場合になります。こちらもピークバーコードマトリックスのところが出発点になるんですけど、こちらは細胞だけのピークバーコードマトリックスですね。で右下行きましょう。TF バーコードマトリックスって書いてあるんですけれども、 転写因子が認識するモチーフのところにピークがあるかどうかというかカウントがあるかどうかをまとめたマトリックスというのが作成されます。それから上に戻ってまっすぐ右に行くと,、えー、と次元圧縮の方が行われるんですけどこの時なんですけど主成分解析のところですけど、えー、LSA という解析方法で行います。これがですね15ディメンションまで行ってそれを次元圧縮を行って t i s n i とからそして UMAP と描画していくという形になります。 それからクラスタリングの方が計算されるという形になります。そして最終的にはディファレンシャルエクスプレッションではなくてアクセシビリティの方が計算されるという形になっています。これはクラスター間での形になりましてピークとそれから転写の TF バーコードマトリックスから転写因子が認識するモチーフのところ、転写因子がその細胞においてモチーフ解析からワークしているかどうかを計算するという形になります。 ここでは PCA と LSA について説明をしていきます。それでですね、アタックの時に次元圧縮で使われるアルゴリズムなんですけど、まあ通常だと主成分解析というと PCA というのを使うんですけれども、アタックの場合は LSA というものを使用しております。で、PCA の方なんですけれども、まあこちらは一般的に使用されているものになるんですけれども、えっと、LSA の方はですね、 えとまあ似たようなアルゴリズムにはなるんですけれども、えー、とアタックの方ですと、こちらのものを使った方がです、ね、解析結果は良いということになるとなりますので、e、え、n、ー、x ではです、ね、ここ PCA ではなくて LSA の方をです、ね、採用しております。PCA と LSA どこが違うかというところなんですけれども、基本的な部分というところに関しましては、 SVD を使用しているというところは同じという形になります。シングラーバリューでコンポジションを使用しているところは全く同じなんですね。でただですね、あの初期の正規化のところがですね、ちょっと異なるというところが違いとなります。でこの違いなんですけれども、えーとですね、ソフトシェルのタコスなのか、それともハードシェルのタコスなのかといったそれぐらいの違いというふうに捉えていただければと思います。